日本のライバルである韓国代表の新監督がようやく決定した。今年2月にユルゲン・クリンスマン監督を解任して以来、空席となっていた中、韓国サッカー協会は7月8日、ウルサン現代を率いていた本名簿の招へを発表。2014年以来、10年ぶりの復任となる。フォト・旧刀神の超絶ボディ、韓国チア界が誇る、女神・ アンジヒョンの厳選ショット韓国メディア、スポーツ競合は、日本のサッカーファンも本名墓監督の選出に厚い関心と見出しを打った記事を掲載。次のように綴った。ウルさんの本名墓監督が韓国代表の新しい指揮官に選任されると、日本のファンも非常に関心を寄せた。カリスマ性のあるレジェンド監督の選任に日本のサッカー界は大きな警戒心を示した記事は、 日本のポータルサイト、ヤフーのサッカーニュース部門で、本名簿の韓国代表監督選任のニュースが最も多く読まれた記事1位に上がった。記事ごとにコメントも数十個あり、強い関心を見せたと続け、次のような声が上がっていると紹介した。残りの選択肢の中では最高のカード、外国監督で明確な成績と色を出せない韓国がレジェンドを選んだのは悪い選択ではないようだ。 これ以上監督選任を伸ばせない状況で、本監督のカードは最も現実的だ。強いカリスマがあり、ロンドン五輪で日本のメダルを阻んだ本監督が就任したのは、日本にはハッピーではない。これから韓国と激しい競争を繰り広げなければならない、果たして韓国人監督に託した決断は基地と出るか今日と出るか。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。